はい、どうも、こんにちは、キリンです。今回はですね、柴田さんの動画で、東海オンエアのギャラが高すぎるっていう動画、まあ、これが20分近くあるんで、まあ、これをですね、1分ぐらいにざっとまとめて、その後感想を言っていくという感じになります。はい。で、まず動画の内容なんですけど、まあ、ざっくり一言で言うと、柴田さんが動画のスタイルを変えていくよっていうような話でした。はい。で、まあ、要点が2つあるかなと思ってて、1個目が、YouTuber さんのジャンルによって、広告単価が変わるよっていう話で、まあ、東海さんが、月1500万ぐらい収入があって、柴田さんがですね、まあこれ8月の話なんですけど、8月で、月700万ぐらい。で、これは、パチンコの営業とか、あと企業案件ですね。まあこれでも含めた金額で700万ということだったらしいです。で、二つ目がですね、YouTube キッズのオナニーの道具じゃないよ、私は。みたいなことを柴田さん言ってて、で、まあこれヒカルさんの騒動の件を、例えで出してたんですけど、まあ、YouTube キッズはヒカルさんを叩く動画を期待してる。でも、柴田さんは、叩くっていう気持ちではなかった。はい。で、そういったことにもかかわらず、ヒカルさんを叩く動画を出すのはいかがなものか、みたいな話をしてました。はい。で、まあ、この1個目、ジャンルごとで、単価が違う。で、2個目が、YouTube キッズのオナニーの道具じゃないっていう。はい。この2つの点からですね、柴田さんは今後、物申す動画っていうのもですね、その本音とは違うような動画をあまり出さないっていうことなのかな、みたいな、なんかそんなことを言ってて、で、まあ、料理だったり VR とか、まあ、広告単価の高い、動画を、まあ、割合的に増やしていくみたいなことを言ってました。はい。で、まあ、まとめは以上です。はい。で、こっからですね、ちょっと僕の感想をバババッと言って終わりたいんですけど、まず、まあ、スタイルを変えて、本音じゃないような動画は出さないようにしようかな、みたいなってことなんですけど、まあ、これは、すごくいいんじゃないかなっていう、まあまあ、僕がどこ言う話じゃないんですけど、まあ、結構その YouTube って収入面ももちろん大きいですけど、結構自己表現の場とも言えると思うんでですね、はい。思うがままにやってほしいなって思いました。はい。スタイルはなんでご自由に。はい。そうですね。まあ他の人がどこ言うことじゃないからですね。さっきも言いましたが。はい。っていうことが一個ですね。あとはですね、月700万稼いでるってことなんですけど、まあ十分稼いでるでしょっていうのを思いましたね。広告単価低いかもしれませんが、まあなんか僕みたいな底辺からするとすごい収入だなっていう。はい。はい。で、それで嘆いてるのが、なんかちょっと面白かったですね。はい。で、次がですね、料理動画だったり VR 動画を出していくってことなんですけど、これが本当に収入アップにつながるのかって、まあ単純にその収入面だけ、柴田さんの考え方とかいろいろあるんですけど、収入においてですね、それだけで考えると、結局その料理動画、VR 動画出した方が、収入減るんじゃないかなと僕は思って、要は再生数が取れないですからね、その広告単価がいくら高くても。なんで、まあこういうのが、動画が増えていくと、結局そのオワコンの流れになっている感じじゃないかなっていうことなんで、まあその稼ぎだけ考えると、まあ物申す動画をいっぱい出した方が正直稼げるんじゃないかなと思いました。はい。で、あとはですね、オナニーの道具になりたくないっていうことなんですけど、結局オナニーの道具になっちゃうんじゃないかなっていうのは僕は思いまして、ヒカルさんの騒動の時も、結局その最初の方はですね、ヒカルさんのことを叩くつもりはないみたいなことを言ってて、結局最後に叩くような動画出してて、で、そこで100万再生以上撮ったりとかしてるんで、まあ、もし仮にですね、今後、その、ヒカルさんの騒動だったりとか、例えば、はじめさんの三股とか、まあ、そういったクラスのですね、なんか、騒動が起きた時に、まあ、結局最終的に柴田さんって、その、オナニーの道具、まあ、そういう、なんていうんですかね、そのニーズのあるような、物申す動画っていうのを出しちゃうんじゃないのかな、っていうのが正直な僕の感想でした。はい。で、あと最後ですね、最後、柴田さんが、まあもう基本的にその本音で思ったことしか動画にしないっぽいこと言ってたんで、そうなってくるとですね、その YouTube 界において、その本物のヒールと言える、そのキャラクターとしてヒールと言えるような人が、なんかいなくなっちゃったなって思って、で、柴田さんにその対抗できる方っていうのも、まあ、頼人さんとかいると思うんですけど、その頼人さんも今結構いじり、ネタ系 YouTuber っていうことで解明されてですね、その、
まあ、ディスったり叩いたりしてるんですけど、なんか相手に対する配慮がちょっと感じられるというか、そこまで相手をその追い込むような、内容の動画っていうのは減ってきてて、そのネタ要素が強くなってるんで、まあ、なんか純粋なヒールっていう感じではなくなってきた。うん。で、まあ、ちょっと話違うんですけど、まあ、モンスタージョンさんもモノモスケの動画出さないとかいう動画出されてますし、その、まあ、本当にヒールですよね。その、モノモスケというか、まあ、炎上系って言った方がいいかもしれないですけど、純粋な炎上系 YouTuber さんっていうのが、あまりいない状態。なので、まあ、今ですね、そのくすぶってる YouTuber さんで、もう純粋に徹底的な嫌われ者になれるよっていう方がいたらですね、もしかすると、こう、何かのきっかけで大ブレイクするようなことになるかもしれないなと思ったりもしました。はい。っていうことなんですけど、まあ結局そのさっきも言ったように、まあ柴田さんがどんな動画出すかってもう柴田さんの自由なんで、まあこれはあくまで僕がそう思ったよっていうだけの話です。はい。今日はまあそんだけの動画でした。はい。さようなら。